どのブランドがおすすめとダホン、うん、年配の方でも畳みやすい、女性でも安いのでいくらぐらいか、うん、潰れにくいっていう面もネットで買った方が安いイメージはね、うん、どうもこんにちは、サイクルショップ中小屋の、ケイタと友達のカズです。カズです、よろしくお願いします。前回に引き続きまた自転車の紹介をしていきたいなと思うんですけど、今回は、うちの店で一番よく取り扱ってるダホンっていう会社があるんですけど、その自転車について紹介するわな。よろしくお願いします。お願いします。まずダホンっていう自転車メーカーの歴史やねんけど、アメリカでできた自転車やね、でできたんが1982年やから、今で37年、まあうちの店で取り扱い出してももう15年以上経つメーカーやねんな、なるほど。まあいろいろ折りたたみ自転車ってメーカーあるけど、数あるメーカーでもおそらくダホンがシェア数は一番多いね、日本で一番乗られと、価格帯的にも安いんから安めのから結構高いもあるし、乗りやすいし、誰でも折りたたみともしやすい。なるほど、それは年配の方でも畳みやすいってこと？年配の方でも畳みやすい、女性でも、女性でも、ああなるほど、全部レバーで作業できるからすごい畳みやすい、なるほど。ちなみに安いのでいくらぐらいか、そうやな、安いんやったらだいたい 4,5 万円ぐらいかな。 4,5 万もすんねんや、結構すんねんな。そうやな、高いのは、高いのはやっぱり2019年時点ではだいたい20万円ぐらいかな。そんなそんな、でもモデルによっては何年モデルとか出たら30万円ぐらいになったりする。へえ、その金額の差はどこにが生まれるわけ、やっぱり距離で言ったら 4,5 万円ぐらいの買う人は、距離で言ったら10キロぐらいで、通勤で使うとか、ちっちゃい移動で使うっていう人が多いし、高い今さっき言った20万円クラスやったりそれ以上するものは、まあ大体の人が距離を乗る、距離っていうのは、1日に100キロ以上乗るとかっていう人が多い。まあ、キロ、そう、もちろん100キロ乗る人もおれば自転車がすごい好きやから、もう持ちたいからそれを買うって言う人もおるけど、そう、乗る人は100キロ以上乗る、120キロとか乗る。100って相当な量やと思う。相当な量、その時に100キロを例えば平坦な道ずっと100キロ走るんと、山も含めて100キロ走るんでは違うかもしれへんけど、まあ全然十分走れるかなっていう距離。さっき 4,5 万の自転車でも結構あの高いなっていうイメージがあるっていうことを言ってたやんか。まあ確かにそう思うことは多いと思うねんけど、やっぱりダホンっていうのは 4,5 万の自転車でもやっぱり部品はいいものを使っとうし、で折りたたみ技術とかもいい技術を使っとうから、やっぱり他のに比べたら折りたたみ機構部分が傷みにくかったり壊れにくかったり、走っても走行性能はいい。なるほど、だからだいぶちょっとこいでも結構進むなとか感じてもらえると思うな。じゃあさっき高い方で20万30万するって言ってたやつは、別に走行距離だけじゃなくて崩れやすいとか潰れにくいっていう面も入ってるっていう。壊れにくい崩れにくい、例えば折りたたみ部分が壊れて自転車が半分に折れたとかっていうのはまず聞いたことないし、ただ走行性能によってはもともとのその 4,5 万のでもある程度いい、でもなおいいのがどんどんあるかなっていう感じはする。ああなるほどな、例えばさ別に自転車屋に来なくてもネットで今のご時世買えるやん。そうやな、今みんなネットで何でも買えるから、だからネットで買った方が安いイメージはあんねんけど、そう価格競争しそうから、ネットでも確かに自転車を売ってるし、で安くは買えるかもしれん。ただまあうちねもネットで買うって聞いたことあるけど、ネットで買ったら何が怖いかって、まず輸送時に壊れたりしとっても自転車って気づけへんねん、だから急なトラブルとかもあるかもしれへんし、うちでもちろん自転車買ってもらっても他の自転車で買ってもやけど、まあ買った店は大概責任持って最後まで面倒を見てくれるやんか、だからうちもうちで買ってくれたお客さんはそりゃパンクとかは別やけど、整備とかブレーキ見てとかシフト見てっていうのはもう自転車ある限りずっと無料でやっとんねん。でもネットで買ったらそういうのはないし、でまあもちろんネットで届いてからご自身で組み立ててくださいねやけど、意外と多いんがもうペダルとかサドルとかスタンドがついてないとか、
こんなんどうやって自転車と組み立てたらいい、あ、そんなんね。そう、文章ではもう8割、9割組んでますよっていう状態でも、はい、いざ届いたら箱開けたらこんなんできませんっていう状態で、そういうのは店に持って行ってもやっぱりその組み立てだけっていうのは断られることも多いから、へ、だから結構やっぱり店舗で買う人の方が多いかなとは思うな。あ、そうなん、うん、へえ、ネットそんな落とし穴があんねんの。そう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 、だからそれを知らんと買ったら怖い。ああ、うん、聞いとってよかった、うん。え、ちなみに、うん、じゃあ俺が今から乗るってなったら、うんうん、どういうなんか車種がいいとか。そうやな、だからどれぐらい、どれぐらいで楽しむかっていうんやけど、うん、特にさ、男の人、うちのお客さんでも、うんうん、さっきも言ったように最初はもう短い距離で楽しもうって思って、勝ったとしても思ったより乗れるやんってなったら、もちろんもうちょい距離行こうと思うね。2、3キロの範囲で楽しもうかな、いや意外と乗れるから10キロまで行ってみようかなと思うね。そういう人が多い。だからそれを考えると、まあ自分が今これぐらいかな、距離走るんとかこれぐらいのクラスの自転車かなって思っとうよりも、一応ワンランクだけ上のを買った方がいい。そうじゃないとその下のを買ってしまうと、もう1台買うってなったら一番もったいないから、結局2台買うぐらいのお金だともっといいのを買えるから、なんかそこは時間かけて考えて、でもある程度いいクラスのを買った方がいい。だからそのどれぐらいの距離で使おうと思うと、だいたいどれぐらい移動距離をで自転車を使いたいなと思うと、いや距離とかは全く素人やから全然イメージわかんけど、うん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 、とりあえず本当に、まあ、写真を撮れたらいいかなっていうイメージだから、うんうん、なるほど、そうやな、あんまり走行距離としてはそんなイメージはない、うん、走るイメージはないかな、うんうん、そうやな、写真撮るも、まあ、自然の写真やから、うんうん、こっちのおすすめとしてはある程度タイヤが太い方がいい。なんでかって、そんなめちゃくちゃすごいスピードを出して走りたいわけとかじゃないと思うね、うん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 、でもパンクとかしたら困ると思うね。困る、うん、で、あと地面の吸収もあった方が、多少の砂利道とか、うんうんうん、段差上がったりとかすることあってもやっぱりタイヤ太いのは結構楽。なるほど、うん、なるほど。だから自転車だけでもう自転車を楽しむ、それをスポーツとして長い距離走るやったらタイヤ細いのがいいけど、のんびり走ったりそういうカメラを撮る、カメラで写真撮るっていうのを考えるとタイヤ太い方がいいかなと思うし、そうなるとだいたいおすすめのは価格帯的にやっぱり8万円とか9万円ぐらいのがおすすめかなと思う。あ、そうなの。なるほど。さっき折りたたみ自転車のダホンでおすすめどれかっていう話やねんけど、まあ車種で言ったら今数にとってちょうど乗るに価格帯にもいいっていうのはボードウォークっていう車種があるね、うんね、だからボードウォークはいいねんけど、さっきも言ったようにだんだんいいの欲しなるか、もうワンランク上ってなったら、まあホライズっていう車種がおすすめかな。今ホライズディスクっていうのも出とうけど、その自転車がおすすめかなと思う。その最初のおすすめとホライズってやつのおすすめの違いは何が違う？で、大きく違うのはタイヤの太さ。タイヤの太さが自転車でいう 1.5 っていうタイヤか 1.95 っていうタイヤかで違う、ボードウォークは 1.5 で、ホライズは 1.95。 え、その実際 0.4 しか違わんけど、うんうんうん、その 0.4 だけでそんなに大きく影響が出るもんな。結構違うね。それをだからまた違う動画でタイヤばっかりでちょっと説明させてもらおうかな。あ、なるほど、うんうん、まあさっきのホライズとボードウォーク、タイヤの太さ以外にも違いは何が違うかって言ったら、タイヤ空気入れるにバルブがあんねんけど、バルブの形式が違う。ボードウォークっていうのはイギリス式、でホライズっていうのはフランス式、そこが違うかな。そのイギリスとフランスで違うだけで何が変わる？そうやな、イギリス式って言ったら、まあ昔から普通にみんなが乗っとるようなママチャリって呼ばれとるやつ、シティサイクルで使われと、棒に虫ゴムが入っとって、ゴムの力で空気を止めとる、それがイギリス式、でフランス式っていうのはちょっと入れるときに、空気入れるときもめんどくさいねんけど、バルブ自体に空気の弁がついとるね。弁、だから空気が逆流しにくいから、まず金属のネジ緩めてで空気入れんねんけど、そういう弁で止まっとうから空気の圧力をいっぱいいっぱい入れれんねん。じゃあいっぱいいっぱい入れたらどうかって言ったら、やっぱりタイヤが硬くなるやん、すごい。硬くなるっていうことは、
さ前も言ったように接地面積が少ないから摩擦が少ないから、うんうん、焦げ味がすごくいい、うん、じゃあフランス式やったらそのいい空気入れるのにあたって特別な何かが入れなか用具がいるってこと、うん、フランス式で基本的に入れるにはフランス式専用の空気入れがいる、うん、ただうちで買ってもらったお客さんにもみんなにプレゼントしとうねんけど、うん、フランス式の空気の入れ口を変換イギリス式に変換するアダプターはあるから、うんうんうん、それを使ったら入れるのは入れれる全然。なるほど、それはすごいありがたいけど、うん、そんな簡単に取り外しとかできるよ。もうネジが止めれて外せたらできるぐらいのもん。あ、そうなんや、うん、だからそれは簡単、それはありがたいな。うん、そう。であとはボードウォークとホライズディスクっていうのを言ってんけど、うん、もうディスクっていう名前つくだけあって、ボードウォークは V ブレーキって言ってちょっとややこしいんだけど、うん、ゴムで自転車のリムっていう外の枠を押さえて止める方式やね、うんうんうん、でホライズディスクはディスクブレーキって何かって言ったら、まあ、バイクとかでも使われとうけど、ホイールの回ってる横にちっちゃい板がついてる、もうその前のディスクがついてる、うんうん、それを押さえて止めるから、うん、回転部分の中心部分で押さえるからまず力がそんなにいらん、軽くブレーキかけただけでしっかり止まる。 あ、うん、あとリムをゴムで押さえるわけじゃないからそのリムを傷めることもない。ああ、なるほど、うん、でタイヤの中心に近いっていうことは、うんうん、ホコリを、ホコリ、砂ぼこりとかを巻き上げたタイヤからも外側から離れとうからそのディスクが汚れることがないから、ああ、なるほど、うん、傷みにくい。ああ、ああ、ブレーキ自身も。ああ、そういうメリットはあるかな。あ、それがついと、ホライズには。そういうところで少し金額が上がってきたり。そうそう、そういうところで上がっと。まあ、作りとか他も違うとこあるけど、うん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 、今日はダホンっていうメーカーの紹介と、カズにとってどういう自転車がいいかっていうのをちょっと接客させてもらいました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。もしよかったら皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。